天に恵まれました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、カープは先発投手ですよね、はい、相手打線も好調ですからね、厳しい内容にはなると思いますけど、ぜひ勝ちがつくピッチングを見せてもらいたいですよね。今日はボールが多く苦しいピッチング、球種まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球ボール、低めボール、ボール先行です。取りに行ったところ、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。いやー、これはヒットでしたね。そうですね、小宮山さん、現在のピッチもちろん警戒はしていたんですが、痛恨の一発を浴びてしまいました。なんとか抑えたいという気持ちが裏目に出てしまいましたね。これで1点差に迫られました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー1塁。今の投球、小宮さん、いかがですか。名前のところに行ってしまいましたね。そしてバッターボックスには松井入ります。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですね。これはナイスボールですね。見送ってボール、真ん中打った、ショートが抑えた、二塁へ送球、二塁アウト、これで3アウト、3点差守りきり試合終了です。試合を制したのは広島東洋カープです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としては、理想的でしたからね、チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。